ウエストバンクオブスパイナロンガアイランドスパイナロンガトップビューパノラマスピナロンガスピナロンガ島はクレタ島の東部エローダ村の隣に位置する島1 5 7九年にベネツィア共和国のベネツィア人が古代アクロポリスの遺跡に強固な砦を作ったベネツィア人は六百六十九年にクレタの他の地域がオスマン帝国に陥落されてからも七百十五年の 降伏まで約半世紀にわたり支配していた。アイランド・オブ・スパイナロンが1903年にクレタ総督のゲオルギオス王子の下でこの島はハンセン病患者のコロニーとするという決議がなされた。島に住むトルコ人はその決議により自主的に島から離れていった。連れて来られた患者は洞窟や壊れた砦に住み食料などは くれた本当の人々の行為に頼った。専門の医師や特効薬もなく、治らないとされた患者は再びアテネに送り返された。医師はいなかったが、台風小油が使用され、素人的な外科治療がなされていた。状況は悪化し、患者たちと主営とのいさかいが絶えなかった。本国は全く彼らに同情的でなかったが、新しく来た患者には、弁護士や教師、 高校を出た人々がいた。その中から、ヨゼフ・パブラキスという進学を学んだ若いリーダーが、現れ、作業班を組織化し、建物を整備した。当局の考えは、ハンセン病患者の隔離であったが、患者たちはこの島で仕事をし、食料を作り、ミサを行い、劇団を持つまでに至った。この島では当然のことながら差別がなく、 患者たちは病変による変形を隠さなかったという。1954年に政府は隔離政策を止め、新しい患者はアテネで治療することとなった。政府との交渉の末、1957年にパブーラキスラは本国に帰還した。英語版のウィキペディアでは、1962年に牧師が帰還したとしている。2006年6月現在、 この地域の主な観光スポットは、ベネツィア共和国時代の砦である。参考文献、スパイナロンガ、パラダイス・オア・パーガトリー、バイベリル・ダービー、ザ・スター、46、1、6から16万1986。著者は、イギリス人で多くの文献を探したが、記載がなかったと述べている。幼女がアテネに住み、ギリシア語と英語に堪能であったため、 自主研究によりこの本を出版した。ありがとうございます。